そしたらあのもう早速ですけども、あのディスカッションに移りたいと思います。吉岡教授がこう入っていただいてるというのはあの。 このアーティフィシャルマインドということなんですけども実はあの心の未来が出してます心の未来という学術情報誌の、まあ、一番最近のタイトルがあのアーティフィシャルマインドなんですよねあのそこにはアートという意味も含まれているのでそういう意味でこうあの最後シンポジストとしても参加していただければと思いますそれであのちょっと私の方からとあのまあ 吉岡教授の方からちょっと、まあ、コメントとかあの質問みたいなのも投げかけたいと思いますでその後ですねなんせ我々二人はあの、ね、こういう AI に関してはあの素人なんであの専門家の間でのなんかこう討論というのも積極的にしていただければというふうに思っていますであのどの話でもすごく面白かったんですけどもあの まずですねこう私の方から見て面白いなと思った視点はですねあの AI というとなんかこう人工知,知能というのは何かを客観的にこうまあ、判断を下すとかこうアプローチするとかいうあのニュアンスがすごく強いんですけどあの 前半のお二人の先生方の中に出てきたニュアンスの中ですねあの、まあ、西垣先生の中でこうその人の身になって、まあ、外から見るんじゃなくてその人の身になって、まあ、捉えてみると考えてみるというのが出てきたと思うんです。で緒方先生のまあ最後の方でこう人工知能は 声ができるかという話があったんですけどもあの多分ね発表を聞いてられた方は分かると思うんですけども尾形先生は「この子はですね」とかね「あのああこの子はですね」とかねもう間違いなく先生は声はできると思うんですつまりねあのどういうことかというとそっちの立場になれるっていうかこう AI 側の立場になれるっていうか あのそれから最後の話もすごく面白かったんですけどアメリカではこう AI っていうのは勝手なことを始めてはああの潰すべきだというねと敵という発想があるんだけど日本の,あの人工知能学会の倫理規定を見ると AI は完全に人になってますよねだからお友達だとそのだからこう人工知能に対してもこの 関係性とかその人工知能の側から見るとかそのやっぱり受け取り方のまあ、うんポイントっていうのは非常に大きいんじゃないかなということを思いましたつまり我々が人工知能とか AI とかロボットとかをどう受け取るかによっての関係性っていうことって結構大きいんじゃないかなというふうに思いました。 でそれはお二人に両方についてなんですけどもあのそれからあの西垣先生が言われてた、まあ、結局 AI がこうお二人のところにも出てきたんですけど何かの判断してるんだけどその根拠っていうのは分からないそれがディープラーニングの面白いところであるとでじゃあ誰が責任を持つんだということが、まあ、すごく問題になってたと思うんですけどもその 判断というののは多くの場合統計的なのですよ、ね、でそこでこう個別性というのはどうなるのかつまりこうこれでいくとまあ何パーセントのものはどうなるというのは出てくるんだけどその個別性というのはそれとちょっと違うんじゃないかなということをあの私としては思いました。だからその辺り、まあ まあ私はあの臨床心理学心療法をしてるんでその、まあ、情報というのとこう物語というのは違うんじゃないかなっていうことを最近すごくあの考えてることです。であの長尾先生のお話は本当に心のモデルについてまあ心の未来は研究センターなんで本来 心の未来研究センターでこういうモデルをきちんと考えないといけないというあのご示唆ではないかと思うぐらいだったんですけどもその心のモデルの根拠って何だろうという時にあの例えば心の未来にあの熊谷准教授がいてそれは仏教の文献のコンテクストで心って何かと考えるとかあるいはあの長尾先生の今日の中で。 あの日本語の心を使ったあの分析って非常に印象的だったんだけど言語的なものなのかあるいは今日の話も非常に脳神経科学的に理解できることっていっぱいあるんですけどその心のモデルってあの何を根拠にして出てきてるのかなということを、まあ、あの非常にまあ考えさせられました。でそれからあの 生命力って発想もすごく面白いんですけど生命力はポジネガだけで考えられるのかなと生命力が強すぎるとまた問題も出てくるっていうかそのあのあ例えばあの、まあそう状態みたいなとかあの脳が異常に興奮する状態とかいうのもあってそれもまた問題じゃないかなとするとあのその生命力 とポジネがあって直結あのできるもんかなとかそういうこともちょっとあの思いましたそしてあの吉岡先生に譲ってはいありがとうございますえっ、ー、と議論に加えていただいてありがとうございますあの僕美学芸術学っていうのをやってるんですけどもあの人工知能とか機械の話であるのにあの西垣先生長尾先生とも最後にあのえ 芸術、AI に創作ができるかとかあと芸術作品はどうっていうような話題を振っていただいて僕があの議論に加われるように気を遣っていただいと <laughs> <laughs> 思ったんですがまずそ,こその点と、えー、それから緒方、えー、先生の,あの僕はやっぱりあの川合さんも言ったけど最後のねところちょっとあのコメントしたいんですけども。 まず、えー、っと西垣先生の最後に AI による創作例えば俳句をねなかなかいい俳句だけれども漂雪ではないかというね、えー、そうだと思うんですけどもあの芸術学者だから言わせてもらうとですねじゃあ人間は漂雪してないのかっていうことなんですよつまり、えー、俳句であるとか 他にはですね例えばまあ、あの絵画とかそういうジャンルもありますけども俳句であるとかあるいは、えー、ポピュラー音楽であるとか、えー、つまりその判例お手本の数が膨大にあって、えー、そしてまあ比較的短いという <laughs> ような形式の場合には、えー、あの似たものいっぱい出てくるんですよね。ででそれがああるってつまりあの えー、真似してる氷節であるというの,あのポピュラー音楽の場合にはパクリっていう言葉を使いますけども、えー、それがいつ決定するのかというとそれは作品が生み出されたところで時ではなくてそれが氷節として認知された時。 であってその何、えー、ということもなくよく聞いている歌謡曲の一節が誰かが「これはパクリだぞ」って言ってなんかネットの中にそのメロディーその該当するメロディーを並べてあげた時に「ああそうだな」みんなそういう時に氷節っていうのが起こっていくのであの、まあ、氷節だからあの作品ではないということは言えないですよねとあの思います。あのもう一つは えっと長尾先生が最後にその芸術作品が最後の何て言うか、えー、僕あの今日の話を聞いて確かにあの僕はあの人文科学をやっていて、えー、っと長尾先生はコンピューターの専門家でおられるんですが少なくとも今日の話を聞く限り長尾先生の方がずっと哲学者です、ね、これ今日の話は完全に哲学の話のように聞こえましたが最後の芸術作品が人間 機械と人間を分かつなんか最後の砦のようなことですけどもそれは非常によく分かるんですがあの芸術家というのはあの芸術家との付き合いたくさんあるんですけども僕の観察ではですねえなんか機械なんかに作品が作られ始めたらどうなるんだ危機感を感じているように一見思うでしょそうじゃないいんですよね結構面白ががってる人が多いんで、ね あの好きなんです芸術家はあの割と、えー、ジャンルにかかわらず、えー、機械が、えー、創作をすることに対して非常に関心を持つ人が多いですね。でしかもあのそれをやっちゃう人もいますよねあの意図的に、えー、自分の作品の中で。例えば、えー、とある美術家がこれ京都でやったんですけどもあのロボットに絵を描かせることをやったんですが。 ロボットに絵を描かせるといってもですね、今日のお話にあったような高度な人工知能とかディープランニングはそんなんじゃないんですよあの、おもちゃみたいなロボットです、要するにあの機械仕掛けで、えーあのえー、ブラシを持った腕が、まあ、ランダムに動くという程度のものです、それがいあのかなりジャンクなロボットなので、あんまりうまくできてないロボットなので、要するにこう動き方の不規則さみたいなもので違う絵がどんどんできていくというような、その非常に、まあ、プリミティブなおもちゃですよね、要するに、ね。 でその絵がですね、えー、1枚5000円で、えー、飛ぶように売れるんですよね <laughs> つまりまあ5000円って安いけれども一応作品だと認知してそれを買って帰りたい人がいるでそれいつ作品になったのかっていうとロボットが買いた時じゃなくて、えー、それを買い始めた人がいた時なんですよね結構何か解釈っていうことがすごく入ってくるなということですあの重要性がそれから尾形、えー、先生の最後のこれは僕本当知らなかったんですけども えっとアシロマ AI 二十三原則 <laughs> あのアシモフのロボット三原則っていうのがねベースがありますよねであのアシモフの三原則っていうのはまあこれは SF 作家のあのまあ SF 作家でこれアシモフは非常に科学の知識のある人で、えー、ロボあの正確に覚えてないですけどロボットは人間傷つけちゃいけないとか あの人間の言うことを聞かなきゃいけないっていうのがあって最後の原則が上の範囲内で自己保存してていいいっていう、ね、<laughs> 要するに、えー、人間の場合だったら自分自身あの自己保存のために自分の命を守るために場合によっては人を傷つけたりすることもありうるのにロボットはそれしちゃいけないつまり奴隷っていうことですよね。あのそういうことであるのにこのののにこ日本の、えー、と人工知能学会の倫理考,考慮9条 っていうのがなかなかかいい救助というのがまたいいと思うんですけどもあのえなんだっけつまりロボットは仲間だっていうことなんだけど仲間だっていうふうにはっきり言わないでえその構成員となるためには人間の会員と同じように規約を守れということですもう当たり前みたいな言い方ですねでこれを聞いた時に思ったのはこのあの,そのアシモフっていう人がえ言い出したことですけどもフランケンシュタイン コンプレックスっってていいうあの、まあ、面白い概念があってでこれ何かっていうとフランケンシュタインって、まあ、ロボットじゃないけど要するに人工物ですよね人工的な生き物、えー、そういうものをが出てきたときに人間は大抵それを敵というかねあの潜在的脅威というふうにしてしまうとで実際のフランケンシュタインの、えー、お話を読むとほとんどの人は読まないんですけども。 あのえー、フランケンシュタインの怪物っていうのは非常に優しい心を持った知的な存在であるのに顔が見にくいから人に嫌われて心がねじ曲がって人間を恨むようになったというように書いてあるのに、えー、このフランケンシュタインコンプレックスという言葉をなぜ作ったかというと大抵の人は人工物怖いと、えー、なぜかというと神の創造行為にねおしたと。 いうようよなこととかそれからあの今は人間の言うことを聞いて,、えー、聞いてるけれどもあの、えー、ちょっと目を離すとっていうか何 <laughs> か起こると最後は人間にとって変わろうとするのではないかなんていうことで,で、えー、そ,ういうことそういう考え方がベースにあるためにあの、えー、まあ北米とかヨーロッパでえ作られた SF 小説とか。 えー、ハリウッド映画もそうですけどもそういうものの多くはそういうプロットになってしまっているというね指摘なんですねそういうことを思い出しましたがそれからすると日本人というか日本は日本文化はあまりないんですよねフランケンシュタインコンプレックスねだからあのチェスでスーパーコンピューターがチェスで人間任せた時にもあの欧米ではすごいニュースになったのに日本って結構あすごいじゃない程度の <laughs> 程度のことで終わってるとそういう文化的な異っていうのは非常に面白いなと。 思いましたとりあえずあ吉垣先生、どうもありがとうございました。そしたらね、あの西垣先生からちょっと時間がかけられてるので、全部のことに触れることもできないと思いますし、また他の発表登壇者の方に、なんかあの質問とかコメントとかあれもよろしくお願いしますあのそれではですね、まあ、今のお2人のお話もあるんですが、まずやはり、緒、え、方、ーえー、先生と長尾先生の、あの あれを拝聴して、ちょっと私が教えていただきたいということがあったもんですからお願いしたいと思います。これはあ,のある意味ではお二人にあの聞きしているという感じなんですが、えっ、ー、とま知的機能それから魂的機能、それで心の機能というふうに分け取られますよね。でこれはですね、あの私それでパッと思い出したのが昔あの。 脳のですね、酸素モデルって酸素ってあのモデルっていうのがありまして彼はあれ相当古いんですけども、えー、とまずその爬虫類脳っていうのが生命脳としてあってですねその上に馬脳でしたっけでそれは感情、まあ、大脳変縁系なんかがまあそうで、まあ、脳幹ですよねあの生命脳っていうのはねでその上にまあ大脳心質っていうのがまあ,あってですねで、えーまあ あの大脳進出は論理的な思考をかさ形づくるとかなりそれとちょっと似たようなイメージを私としてはちょっと受けたんですけどねでまああのそれでですね普通はそのアーティフィシャルマインドっていうとその、まあ、これはあのいろんなあの考え方があってもちろん構いませんし直尾先生のモデルももちろんあると思うんですけどあの一般にその今までの AI の歴史を見ると やっぱりチューリングなんか考えたのはその第一の知識推論っていうかその大脳進出のものですね。でそれがまずありきで,でそれはねやっ,ぱりあのあのやっぱり思考っていうのがその神,の神の考えるというのはこう世界宇宙っていうのは論理的にできていてでそこをその探索していくんだっていうふうなそういうまあ文化的伝統っていうものもあると思うんですけどね。えー、とだけどとにかくそ,のそういうものがまずあってでそれに。 あのもうちょっとやや彼らから見ると定義であるところの感情とかですねそういうふうなものが、まあ、ややそれに付け加わっていくというふうなモデルが多かったんですよそれは私がやったってわけじゃなくて今までの,そのアメリカとかね欧米のモデル多いんで,すでそれがですね面白いんで長尾先生のモデルだと知的機能とかっていうのは、まあ、ちょっと今考えるのやめて心っていうのをその、まあ、馬のというかな その感情をなんかとモデルにかなり焦点を合わしているようなあの印象を受けた、まあ、それがあったのかどうか分かりませんけどで、まあ、そういうふうな私のあれで良かったのかなということとあとただね最近こういうことがあるんですねあの脳だけでいいのかつまりね最近はあの例えば脳の働きに内臓なんかがすごくこう影響を与えてるっていうのもありますし内臓だけじゃなくていろんな身体が与えてますよねそれでね。 あのまあ、最初にそのちょっとそれに関連してあの、えーまあ、これはあの河合先生なんかもあの専門かと思うんですけどその心理学的に言うと行動心理学というのはまあ,あったわけですよねつまりこう内面というのはよく分からないからだからその少し行動でまあ見ようとかねで,で、まあ、そ,れそれに対して、まあまあ、あの私が主観っていうのをあの強調したのは、まあ、それを二次観察という概念がちゃんとありまして。 主観があってももそれをもう一度私が世界を観察してるんだけどそれをもう一度例えば尾形先生が観察するというようなことによってある程度あの客観性を担保していこということはもちろんやってるんですけどねで、まあ、それは別にしましてですね行動心理学の後心理学史ではおそらく認知心理学というかつまり認知科学ですねそれが出てきてるわけですよ。で私の,あの印象ではあの それを考えた時にその長尾先生のモデルっていうのはやっぱり認知科学とかなり関係が深いんじゃないかないうちょっと印象を受けたんですねこうモデルが。ところが先ほどもちょっとあの、えー、申し上げたようにその身体っていうものがやっぱかかって分かっていてでそれで心っていうけども例えばそのロボットの認知とかねそういうふうにこうある行動をやる中でその えー、やっぱりこう自分の,その心のモデルが変わっていく、まあ、そこには推論もあるし、えー、いわゆる感情的なものも出てくるんじゃないかっていうのが今の,その一線かなというふうに私としては思っているわけなんですねでその辺についてあのもしですねえー、と、えー、お二人の先生から教えていただければというふうなことが思いましたで。それと関係すするんですが、えー、実はねあの まあ真相学習とというのはは昔からそのあるわけですよ技術自体としては、ね、ただそれが実用化されたのは割と最近なんですけどねそれで、えー、と今日はですねあの長尾先生はあの論理の話を主にされたんですがそのデ,、まあ、データの話もされたんですけどねやっぱり基本的にはですねあの、えー、と論理からこうある正確な訳文つまりある文章の意味みたいなものをこう 規定してそれを選択肢を定めていくっていうふうなアプローチもあったんだけれども、それに対して今はそうではなくてデータのねデータベースみたいなものからあの行くわけですね。であのそれはあのそれで僕は一つの方法だと思ってるんですけど、ま人間だってある意味ではその論理的でやってるじゃないっていうね。でねそこで一つこれはあの少しテクニカルなことをあの教えていただきたいんですけど。 えっと、深層学習っていうのは基本的には例えば私の顔を認識するとか空港でね例えばあのいろんな顔とパスポートの写真とに比べて実用化もされつつあるわけですよそういうんでねでそうなんだけど、えっと、文章の場合にはね文章っていうのはそのか顔とか音っていうのはこうやっぱりアナログでこう連続してますよね。だけど だからその例えば猫の顔を認識するとかってはできると思うんですけど文章をです、ね、データがパターンあるって言ってもです、ね、そこには文章そのものは一種の記号の列ですからそこらのいもう一度もう段階難しい部分がねつまり、深層学習をこう応用し AI に応用していく場合にもう一度言うと自然言語理解とそれからその音声認識とか 受像認識とかってパターン認識とはちょっとレベルが違うんじゃないかというふうなことを私はちょっと感じてましてその辺についてもちょっと教えていただければというふうに思いました以上ですありがとうございましたそしたらあのえあの尾形先生の忘れちゃうといけないんであの いろいろと言われたことについて1個ずつちょっと,、はいえー、と私の話で多分あのまず最初に言っていただいたのがあの最後のスライドのところだったと思いますあの日本と海外とで違うというと、まあ、人工知能がああいうふうなことありましたけどロボットという文化でも明らかにそれが言いまして、えー、人型ロボットを最初に作ったのは早稲田大学日本です。 そして、えー、と人型ロボット人間型のロボットを作るという研究をずっと続けてきてで役に立つというふうにアメリカが手を出したのは90年代の終わりの頃ですえつまりアシモが出てきて実用的に現場に投入できるという実用性を認めた段階で初めて人型ロボットの研究を始めたというところですでも日本人はそれはとは別に人の機械を作りたいという。 そう言っちゃうと多分本当怒られちゃうんですが <laughs> しかしあのそういう、まあ、人の一部分でも再現をすることによって人間を知りたいというそういう希望から機械の先生や電気の先生がもしくは情報の先生が人型の機械を作るということをやってきましたそういう意味ではそのやはり人型の機械に対する抵抗というのは非常に少ないということは言えると思います、えっと、いわゆる、まああの えー、不気味の谷ののの谷議論のようなものもあります本来はそのいった、まあ、人間に特異的に近づいた自律的な機会というのを見たもしくは、まあえー、知的なエージェントを見た時にそれに対する嫌悪感をまあ示唆しているわけですがこの「不気味の谷」を提唱された森正弘先生もやはり日本の方なわけですね。やはりこういう、まあ、議論というのは日本人がまあそういうまあいわゆる感情移入しやすい相手側のメンタリティーに入りやすいという特性をすごく持っているということなのかなと思っています。 でまあ、それにまあ関連して、まあ、先ほどの,そのまあ内観なのか外観なのかという話がやっぱりあると思っていてその、えー、いわゆるロボットをはじめとした人工物をまあ客観的な世界のワールドモデルで全部きれいに描きたい。 えー、論理的に説明したい可能であれば少ないパラメーターで全てを予測したいというのは、まあ、科学の本来の王道です、えー、それに比べてその経験をベースにしてつまり自分の身体という拘束条件、えー、その捉えられる感覚情報そして変更できる可能に変えられる世界の領域そういった非常に強い拘束条件の中で得られる経験だけで世界に対する無理やり世界まあ 内観を作ってててそしし推測いいくという、まあ、まさにそういう部分というのを、まあ、お互いのメンタリティーとして持つということを、まあ、非常に、まあ、シェアできるっていうのが日本人の特徴なのかなと思ってるんですけどそれはまさにロボティクスが持ってきた一つの課題だったんですね。そのつまり できれば全部ワールドモデルでかけたいんですねタオルのモデルもきれいに解きたいしカメラのモデルも全部解きたいしってやってきたんだけど結局つかめない取れないということが起こった時に、えー、それはワールドモデルを作ることのあまりの困難さにまあどうしようもなくなってしまったっていうのが現状としてある考えたと思ったら次の別の問題がすぐ出てくる次の問題がすぐ出てくるっていうま,あまさにフレーム問題ですね。 そこをまあロボットの経験という形で取るまあデータを使ってその内観で,でまあ問題を解くというのが今日お見せしたタオルを畳むであるとかドアを開けるこういったものはその外からモデリングをするという別のまあどちらが正しいかということはまあもちろん議論があるところだとまだ思ってますけどもロボットのすごく身体依存した知能になってしまってますけどあのボディのハードウェアというところで獲得したモデルがまあそういうタオルを開けまあ畳みを実現しているということがあります。 真相学習というものがもともとそういう性質があるだろうとつまりその与えられたデータというのはやはり全ていくらいくら揃えてもやはり世界ではないわけですねその与えられた世界の中まあ与えられたデータという拘束の中で推定したモデルに過ぎないわけですだからそれは厳密な例えば言語を何百万語を与えても何億語を与えてもやっぱり本当に純粋な意味での 我々の理解と呼んでいるものにたどり着いているのかどうかというのは実はわからないあくまでも事例なので、えー、そういうまあ限界の中与えられた経験得られたデータの中で作ったまさに内観のモデルだけで何とかしちゃおうっていうのがディープラーニングなんだっていうのは僕のイメージで言います、えー、ただその時の拘束条件というのが、えー、人間や生命はあくまでも身体という拘束条件がありますけど ディープラーニングの場合はそこは無制限に与えられるので、えー、例えば対話システムとしゃべっていると非常にこう流暢にしゃべるんですけど途中で突然人格が変わったりするわけでそれはもういろんなデータで学習をしてしまっているので対話は非常に流暢にするっぽく見えますけど実は中身は我々とだいぶ違う存在であるというふうに思っています。はいあのまあ、まずはこののこののらい、えっとろ尾先生 あのこれまでのことはいあのー、私その知的活動のレベルと心のレベルと生命力のレベルと3つのブロックに分けて頭脳全体をモデル化したらどうだと言いましたけどもなぜそういうことを言ったかと言いますとあの知能レベル がが発するるる言言葉といいうのがいわゆる言語であるそれに対して心が発する言葉というのが芸術であるとまたでは音楽にしろ絵画にしろ <coughs> そういうものであるとそして生命力が発する言葉というのは叫びであるとつまり赤ちゃんがおギャーと言って何とか言うそういう <coughs> あのそれぞれの層が発する言葉というのが には違いがあるというふうに今荒っぽい言い方ですけども考えておりましてそれで西垣先生がおっしゃいましたような言語と画像とか音声とかいうのは根本的に深さが違うんじゃないかということがあったわけですけどまさにおっしゃる通りであると。 あいうことは言えますただ別の考え方をすると <laughs> 論理的にしっかりと分析して論文にするとか表あの内容をしっかり自分が表明するという時はいわゆる言語を使うその言語を徹底的に使えばあのかなり微妙なところまで言えるわけで。 それはあの絵画の場合とか音声あの音楽とかの場合にはどうなんだとこういうことになるとそれはあの表面的にしかできないんだというふうに、まあ、一般的に言えば言えるかもしれませんただあの絵画とか音楽とか何とかいうのは言語で表現できないものを表現している。つまり音楽の <laughs> あのまあ、私なんかクラシック音楽機違いなんですけどもあの同じ曲でも人によって演奏の仕方が全部違う、えー、この人はこういうふうな演奏微妙非常に微妙なんだけどもその人のキャラクターが出てるっていうのはありますねそういうことは言語では表現できないで心が発する言葉というのはそういうものであると私はまあ思うわけですね。だからそういういい意味において 芸術作品というか心の発する言葉というのは言語では表現できないものを表現する能力を持っているとだからどっちが深いかとか何とかいうのはちょっと比較的言いにくいことであるとこういうふうにちょっと思っておりまして西垣先生に いい回答を差し上げるというか返答できるところまでは考えておりませんのでえその先もうちょっと考えてからまた考えたいなと思っておりますがそれからもう一つだけ言っておきたいことが先生が今おっしゃったあの AI はいくらでも芸術作品が作れるかどうかで コンピュータータを使って芸術作品を作品るのはこのこ大好きだ確かにそうだと思うんですね。だけどあのー、芸術家がコンピューターを使ってどんどん作る作品というのはあのー、出てくるものを全部俺の作品だと言ってしかも価値があるんだと言ってるわけではなくて自分がプログラムして作り出す芸術作品の中でもこれが俺の作った。 気に入っったものであってこれはほか,したほかした方がいいんだとこういうことがあるわけですね。ということは人間が出てきたものを見てこれが自分の心を打つんだとだから芸術作品なんだとそういうふうなことがあの基本的なところにあると思うんですね。他の例で言いますと例えば写真芸術っていうのを考えてみたらですね例えばあの琵琶湖へ行って「 西の空にお日さんが落ちていくという時にこれは素晴らしい風景だと思うことはしばしばあってそこで写真を撮ったりしますね。ということはあのそういう西の山にお日さんが没していくというのは誰が作ったものでもないわけです。つまりコンピューターが山ほど作ってるのと似たようなもので自然がそういうものを偶然的に作ってるわけですね。 だから作者はいない芸術家はいないんだ,だけどそのここの瞬間というのを写真に撮るということが芸術になってるわけなんでそれはやっぱり鑑賞している人が見ている人がこれが私の心を打つんだ自分の私の心を打つものは他の人の心も打つであろうということでそこでシャッターを切る。で、これがいい作品になるとこういうことになるわけなんで。 あの芸術家というのはもちろん自分で作るんでしょうけども作ることは大半なんでしょうけども最終的にはこれが俺が気に入ったというものができてくるものを自分が評価するというその評価側のこの何ていうか芸術家としてのレベルっていうか直感力というかまあそういうことがあの主なものではないか。だから 古今東西のレオナムド・ダヴィンチにしろ何にしろモナ・リザにしろ何にしろいいと思うものは他の人の心も打って今日までずっと続いてきているというのはねあのそういうことではないかと思います、はい、ああ西郷先生どうぞちょっとだけあの補足させてください、えっと、私があの申し上げたのはあの例えば音楽とです、ね、それから、えっと、例えば文学と えー、それから絵画においてその文学が一番深いとかってそういうことを言ったんではありません。全然違います。えー、と深層学習という AI の技術を応用する際に、えー、と例えばある画像とか写真なんかを分類するということのテクニックとそれからその文章というもののパターンを分類するテクニックの間には。 ちょっとレベルの違いがあるのではありませんかとそういう完全にテクニックなテクなテニカルな問題です。よろしいですか、はい、どうぞあの 違いますね、はいえっと、画像とか音であればその与えられたパターンをそのまんま学習させればいいわけですがテキストの場合ではあのもうご指摘のとおりますえなので、えっと、やはりアナログ的に表現をするという事態は変わらないんですけれどもその,その単語の前後文書の構成等でその単語はどういう表現になるべきかというベクトルを学習させなければいけない。 するような値を学習させるとということをやります、えー、なのでやはりその学習させなきゃいけないデータの量というのは圧倒的に増えるということとそのリプレゼンテーションそのコンテキストをどう作るかというテクニックがも,うものすごい勢いで今競争で作られていると、えー、そういう段階ですただあくまでもその、えー、何でしょうか ベクトルの表現ですので、えー、その単語の意味というつまりそれが何を指し示すものなのかとかいうことを理解しているわけではないということですね。尾、は、形、い、先生にあのその続きとしてお聞きしたいんですけど、まあ、あの長尾先生にも関係することなんですけど先ほど長尾先生があの知能が言語であの芸術がまあ心という区別されたと思うんですけどあの言語でもメタファー いいうのがあるじゃないですかでメタファーってすごく芸術に関わってくると思うんですけどあのその言語の分析ということをまあ、考えた場合にそのメタファーというのはどういうふうになっていくんですかね現状ではかなり苦手な部類に入ると思います。えっとその ある国の例えば首都という言葉を与えといてそれに国の名前入れると勝手にその首都を出してくるとかいうことは例えば可能です。えつままり、えー、とそそののベクトル表現がその、まあ、どういうい、えー 都市の名前とかの類似性とかと表現がくっついていて勝手に出てくるとかそういうことは可能なんですけどその類似性っていうのがそのメタファーのレベルになってくるとその空間まあ結局は空間の中のマップになるわけですけど、えー、そこにそういうメタファーでの近さっていうところまで表現できるかという議論になる。 と思うんですねなので、やはり、まあ、厳密にどこまで議論されているかはからないんですけど今、得意なのは、えー、現事実を語る文章ニュースであるとか、えー、そういう論説文であるとかそういったものの翻訳は非常に得意なんですけれど、えー、そういう干渉的なものになってくれば来るほど翻訳は厳しくなるというのが直感的なイメージです今のあの話はあのご,ご議論は私にとっては非常に本質的な問題です。 つまりですね、まあ、私はあの父親がそういうわけで詩人、俳人だったわけですが、えっと、この間、ある私はあの、ね、俳人と対談をしたんですけれどもその時にですね、えっと、AI、つまりコンピューターによる言語の扱いと人間の,の言語の扱いの本質的な違いは一体何なのかって言われたときに人間はやはりですねあのメタファー、ー比喩によってですねその表すもの世界を広げていくっていうことがあるわけですよね。 だから例えば、あの人は社長の椅子が欲しいんだって言ったときはその社長の地位が欲しいっていうことを表している、まあ、それは一番陳腐な例ですけどねだけど、まあ、こういう形だけじゃないわけですよこの物理的な物質だけじゃないわけですよ。であのそ,そういうことなんだけど一方ですねあの人工知能の自然言語処理においてはそう,そういうことよりもあのなるべくその、えー、選択肢を縮めていく逆ですよね。だから そのいろんなものを表すっていうんじゃなくてなるべくそれは一体どういう文脈であの、えー、っとなんか椅子持ってこいって言った時に物理的なものを持ってこいって言ったらいいのかそれともちゃんと俺にそういう風な地位を渡せと言ってるのかっていうことを、まあ、あのなるべくはっきりさせるとそういう風なメカニズムをするわけですよ。でねその,その2つのやっぱり違いっていうものを私はきちんと認識することが絶対に大事で。 ああののかかかなと思っておりますすががいいででしょうう大変面白いいやそうですね今僕らがグラウンディングとか言ってるものは言葉が与えられた時にその言葉が何を指し示すかをなるべくコンテキストをたくさん与えて絞ろうっていう発想になってるんですねでも今おっしゃられたのは生成系の話だと思っていてあのディープラーニングが確かに生成系を作ることはできるんですけどその。 そのレンブランドの絵を作るとかそういうのと同じようなレベルでテキストもそのコンテキストのところにノイズをかけていろいろ振っていろんな過去に覚えたデータからこんな使い方もあるよっていうのを作ってみせることは確かにできるんですが。 でもそれはでしょうやっぱりランダムなんですよある分布の中で動かしたランダムなえもちろんそれを人間がさらに再解釈してっていうことがどんどん起こるってことはあるかもしれないですけれどえそういう意味ではその人間がこの今このシチュエーションで彼と語ってるからこの表現なんだっていうような部分っていうんですかねその部分までのコンテキストは扱えるのかと言われると。 今言語だけで扱うのが大変難しいということに思い立った方が例えばこの画像について文章を表現するのはどうしたらいいんだとか動画をどうやって説明したらいいんだとかいうようなところに研究の分野はどん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 シフトしていってますただやはりそこは多義性に今ぶつかっていてそのいろんなもの1つの映像であっても1つの動画であってもその説明の可能性は実はものすごいというかおそらく数えきれないほどにあるという問題をなかなか どこからどこまでが一区切りかですら人間同士でなかなか意見が合わない、えー、そういう問題が今顕在化してきてしまってるんですねなんで僕らがその言葉を使ってリアルな世界をうまく説明できるのか言葉を作ることができるのかという部分ですねこれはまだまだあのディープラーニングは手を出し始めたんですけど非常に難しい問題だという認識でいます。はい、尾先生どうぞあのメタファー の問題ですけれどもメタファーにはいろんなまあメタファーがありまして、えー、一番簡単なのは言葉の類似性、えー、そこからあの言葉がいくつかつながった句と言ってますねフレーズ句と言ってるものの類似性、えー、それから文,の文そのものが似ているという場合と文の構造が似ているつまり え文の単語レのレベルでの並びが似ているというような似てさ加減とそれをあの文法で分析した場合のこう文の構造上の似てさ加減とかですねそれからあの文脈の構造が似てるとかあるいはあの小説なんかでわーわー言われますのは主人公とか何とかかとかは舞台は違うけども。 小説の展開のされ方が非常に過去の人のこ,れこの作品と似てるというような似てさ加減そういうものがあの著作権上どうなるかというような問題とかまあいろいろ似てさ加減というものにもレベルがあってえそれを全部こう,うまく整理してあの並べるというか。 あ,あいうことをすれば非常に面白いんじゃないかと昔から思っておりまして、えー、人間の頭の中の頭の働きっていうのはその全て,全てそのいくつかのレベルのいろんなレベルがありますけれどもの二手差還元ということで人間の頭の働きを全て説明できるあすることができるんではないかとあ若い頃から考えてたんですけども。 それをまあ何かもうちょっと整理してうまく死ぬまでに、えー、本にでもしたいなという気持ちは非常にございますがまあ,あなんてうんですかそういう意味において人間の頭の働きまあ論理的な部分の働きが特にそうですけれどもの複雑さというのがあるいはその 自分の持ってる知識と人から聞いた知識とかあ入ってきた情報との比べ方とかあそれがあの似てさ加減であの機能しているというふうに考えたらあのニューロンネットワークである脳構造があまだ別の観点からあ組織 作り的に構造的に組織づくりができるんではないかなというような感じもしたりしてるんですけどありがとうございますあの。メタファーの問題はすごくメタファーというのはすごく面白いですよねであのその類似っていうのが緒方、まあ、先生が言ったようにその広がりを持つという発想というのはすごくあの共感するところがありますね。あのまあ 心理学のコンテクストの中ではあのフロイトがねやっぱりこうフロイトを言語学的に再解釈していくとフロイトの、まあ、取り上げた仕事というのはやっぱりメタファーなんですよねだからそ,そこにやっぱりこのまあいわゆる狭い範囲での知能とは違う心の働きっていうのがメタファーにあるっていうところは非常に大事なところでそこまでなんかこう AI が扱えるただあの 私が素人として理解してたディープラーニングというのはね、なんかわ,わからない、まあ、あの情報から何かを出してくるというのは、メタファー的なものも含むのかというふうに思ってたんだけど、そういう類似文脈で使われたことがあるというデータがあればというのはあると思います。 それはやはりそのどういう空間の中で構造化するかによりますので意外なところが近くなっているとかいうような発見は起こると思いますけどあくまでも与えたデータの範囲の中での話ですのでえまあそれが人間と同じなのか違うのかという議論もまたしなきゃいけないというのはあるとは思いますけれども。 はいえっと、メタファーは確かにあの芸術学上 <laughs> 重要なんですが、えっと、メタファーはすごく面白い切り口だと思いますけれどもあの芸術作品とか文芸作品にとってだけじゃなくて、まあ、日常言語レベルでもメタファーというのは不可欠であの、まあ、メタファーの中にも生きたメタファーという考え方と、まあ、真んだというか要するにこうあの陳腐化したメタファーとい,、ね、ういうのがあって。 あのさっきからそのメタファーの話で思い出したのはあの機械にあの、えー、っと芸術をさせるということと並んで、ねえー、機械に、えー、っと落語とか漫才みたいなあのわ面白いことを言わせるという研究があるじゃないですか。でそれがあの要するに陳腐化したメタファーをよく使うんですよね笑いっていうのは例えばあの西垣先生がおっしゃったあの社長の椅子が欲しいっていう。 ね、社長の椅子が欲しいって言ってる人にあの社長があこれが欲しいのどうぞみたいな本当の椅子をあげると、まあ、あ,のあんまり面白くないけど笑いのポイントでしょで,そでこ,れこれやるためにはメタファーを理解してなきゃいけないんですよね。あのそれはすごく高度な芸術的メタファーではなくてあの、まあ、割と誰でも使うようなメタファーですよね。それですらすごく難しい感じということですかね。 お笑いはあのやってる方はやっぱりいらっしゃるんですけどまさにおっしゃられる通りでその与えられたも,、まあものにある種のまあ不完全性が含むようなところに別コンテキスト当たると全然別の意味に落っこちるみたいなことをやらなきゃいけないこれはちょっとそういうあのデータベースをいっぱい作ってらっしゃる方はいるんですがおそらくディープラーニングでそれをアプローチしてる人はいないと思うんですね。やっぱりりあまりにも難しすぎる あの評価のしようがないというのはも,もちろんそうなんですけどお笑いデータを放り込めばいいというもので明らかにないと思われるので、えー、そういう意味ではあのなんでしょうしかもオンラインでとかいうことになってこの場でこのがギャグでないといけないとかなるとだからああいう類いろいろいろ仕事が奪われるって言ってますけど僕はお笑い芸人というのは一番奪われないと思ってるんですけど <laughs> 相当難しいんじゃないかという。はい、あのそのそコンテクストで言うとあ フロイトがもう一つ研究したのが、あのジョークとかあの、まあ、言い間違いとか、それからあのダジャレとかですよね、その辺っていうのは、すか、ね、し,かし知ってる限りではわからないですね。えー 今はでですすねねその性能がが出ちゃうところに興味がいくんです、ね、あの例えば探索的に学習のモデルをよくしていくっていうので強化学習という考え方がありますがあれもゴールがクリアなものに対ししてて探索をしていくんですねところが今おっしゃられたようなジョークだとかお笑いっていうのはその評価関数が囲碁や将棋みたいにクリアではないのでもともと何を最適からしたのいいのか何の誤差を最初にしたらいいのかっていう基準を与えられない。 わけですそういうあくまでも今のディープラーニングは何かゴールを与えてもらって初めて機能するという理解ですのでそういう意味ではかなり難しい問題のぶりに今、河合先生はフロイトのことについても何回かあの言及されてますけど、えっと、機械で、ね、あ,のあるいは機械的なものとそのアートの出会いっていうのは えと確かにあの AI 以前から例えばあのシュールレアリズムとかもあるわけですよ。であの結局シュールなんかっていうのは何だったのかっていうと簡単に言うとね私の理解ではあのその当時やっぱりその無意識っていうものが結局あ,の <laughs> あってたわけでねでその無意識の中に何が起きてるのかでそれをそのあるその自動筆記だとかっていうところでちゃんと、まあ、表現できるんじゃないかとかでそういうモデルですよね。でねあのそれはそれで僕はあると思うんですけど えっと、もう一つですねその、だからさっきもちょっと繰り返しになるんですが、認知科学っていうのは、もう一つその、あの当時は、ね、コンピューターなかったわけですよ、<laughs> それでね、一つコンピューターってものができたので、それでそのコンピューターを使って、何か新しい、何か我々のそのコンピューターとの,そのインタラクションの中で何か新しいものができるんじゃないかと、こういうまあ考え方はまあもちろんありうるわけですね。 でただそれができるのかっていうと、まあ、私がさっき言いましたのはねつまりその商業的にあのそういうものを利用して、まあ、なんていうのかなつまりあの簡単に売れるものを作りたいっていうふうなムーブメントにその回収されてはいけないだろうっていうようなことをちょっと言ったわけであってです、ねまあ、私自身はねやっぱり芸術作品というのは身体的な経験というふうなものの中からやっぱりこうにじみ出てきたものが人の心を打つというふうに私としては思いたいんだけれども。 ただそうじゃなくて AI が作ったものでもやっぱ感動する人がいると言われるとねそれはそれをダメっていうのもちょっと、うん、あれなんですよ。<laughs> でこれはね難しい問題でも皆さんにも本当考えていただきたいっていうのは私はあれ思うんですけどただまあ,あの私自身はあの AI っていうふうなものがそのまあ先ほども最初ちょっとお話ししたように。 一般の人たちのそういうこういろんな思いをちゃんとすくい上げてくれるようなものなればいいなと思ってるっていう,そう,いう話ですいやあの僕あのそのことに関してさっきあの名越先生おっしゃった、えー、そのどうしてあのアーティストはあのコンピューター好きかっていうことの答えをあのもらったような気がしたんですけれどもつまりあの。 えっとコンピューターにいろんなものを書かせてそれでいっぱい見てでこれはだめこれはだめおこれはっていう時にねあのこのモデルってあの陶芸なんですよつまり陶芸家が窯の中から取り出してうん、うん、って言って「ダメだめだバシャって <laughs> あるでしょあれに近いんですよねということは何かっていうとやっぱりねアーティストにとってコンピューターっていうのは自然の代わりなんですよあの偶然性をはらんだ自然のプロセスの代わりだから魅力があるん のかなとといいいうことを今思いついたそれってあの今日何回も話題になってますけど結局あの価値付けって何だろうっていうかねのポイントにもすごくあー関係するんじゃないかなと長尾先生の話の中でもねあの出てきましたけどこう結局データ分析すると結果っていっぱい出てくるんだけどあのどこに価値付けするかっていうかそういう問題って結構。 あの大きいんかなということも思いますけどねそうすると価値づけに、まあ、文化とかいうこともすごく大きいし、まあ、いろんなまだねでじゃあその価値づけも、ね、あの AI が学習できるのかみたいなね AI はどういう芸術を、ね、どういう陶器ならこういいと言ってこれは駄目だって言ってね終わってしまうのかとかね <laughs> その辺もなんか興味あるなと思いますけどね。 おそらくさっきの,そのバッハ風とかもそうなんですけど。 ある作家の真似はものすごい得意に多分やると思います。えー、その作品にコンシステンシーがあればあるほど。えー、揺らがれると多分苦手になりますけど。えー、で、ちょっとその人そっくりだけど、ちょっと違うっていう条件を加えてあげるっていう作り方をすることは多分可能で。えー、ただやはりそこに価値付けをするというのは本人がやるというのは多分無理ですね。ただ、先ほど諸派先生もおっしゃいましたけど。人間が結局コンテキストをちょっと足してあげるってことですね。これはこういう風な意図で作ったとか。 こういういバックグラウンドがあるんだとかもしくは誰かがこういうふうに買っちゃいましたとか何かそこに一つストーリーが足されてしまうと途端にある種の価値が出てくるっていうことはあるかもしれませんそういう意味では、まあ、やはり人間との関わり合いの中で何かが出てくるっていうのが、まあ、本来なのかなというふうにどうしても今のディープラーニングが数字で評価できるものというのがやっぱり基本的にはあの得意だという理解でいいただければと思いますそういう意味であのねドアの開け方とかも人間がこうやってましたけど なんか教える人によってロボットが違ってくるとかいうことあるんです。編み方とか継ぎ方は教える人によって変わります。<laughs> あのそれはやはり面白いところだと思ってます。まあインタラクションというのは今後もすごいあのー、大事な話題だなというふうには思います、ね、そしたらですねあのだいたい時間が来ましたので、はいこの。 あの今伺っておりまして、あのこの,今日のテーマのです、ね、AI、あるいはあのロボットというテーマを通じてです、ね、この人間あいや私たちの心、あるいは文化ということについて、非常に多くのことを考えさせられる討論だったと思いますここであのご登壇の先生方に改めて拍手をお願いいたします。